そう、僕剣道を5年ぐらいやってたので、はい、なんか剣って少し興味があるんですよ、実際の、刀自体に、はい、なるほど ね、だからそれこそ刀剣博物館に行ったりもしたことあって、そうなんです。で、あとは、まあ、それこそこういうナレーションもさせていただいて、まあ、それこそ波紋だったりとかそういうの本当専門用語がいろいろあって、そうですね、あとそれこそこのどこからどこに渡ってっていう、まあ、実はそういうなんかちょっとした旅があったりしたんだなって思うと、なかなかまた役をやる上で、なんかちょっと情が湧くというね、深みが出るよね。そうなんですよ、はい、名のある名刀というのは本当に獲物として扱うというよりは誉れとして扱うことだったり、象徴として扱うことが多いですからね。本当になんかこうその刀そのものが渡す側と渡される側のこう、縁になるというかちぎりになるみたいなところもあるじゃない、やっぱり、はいね、宝物だからさ、そうやって代々伝わってきて、で現代にまでそれが残ってるんですよね。すごいことだよね、それはね。よくぞ残っててくれたって感じだよね。いろんな勲章を渡り歩いて、はい、皆さんいいですね。歌手なんでしょうかね。歌手は歌手いっぱいありますよ。新選組のね、歌手いっぱいありますよ。新選組はほら動乱の時代をね、まあね、戦って僕の場合は本当に武器として性能として使ってもらってますから。いやもうちゃんとそういう生き方もある。刀としての本分です。分かってます。そういうのも美しい。まあそうですね。いやでもやっぱ、うん、シナノはそのやっぱ